オ TV。 おはようございます、牛尾です。牛尾 TV クイーンオブカリブ編3回目ですね。1回目2回目とジャグラーを打ちましてですね、まあ勝手の方はだいぶ分かりました。でまあもともとそのジャグラー力を得てるというのはまあその前情報としてですね聞いてたんですけども、やっぱいいですよね。なんだろう、6をね使ってくれてるなっていう印象がすごい強くて、まあ、絶対的にベースアップされてるというのはまあなんとなく分かるんですけど、やっぱり、ね、突き抜けてる台がかなり目立つんですよね。でマイジャグとかその辺にもまあいいのがいっぱい入るということで、初回マイジャグからやりまして、で結果ちょっと微妙 でその時にアイム方面とかあのゴージャグ方面が異様に良かったんですよ。これもしかしてだから全部とかあるのかなっていう雰囲気だったんで、じゃあ2回目ちょっとあまりちょっと色気出さずにですねアイム方面行ってみようじゃないかっていうんで行ってみたら、これがまた微妙でだったらもうマイジャグ行っとこうぜっていうことで、今日は入場13番で、結構朝今日土曜日ってこともあってたくさんお客さん並んでたんですけど、まあまあどうにか早い番号取れて、マイジャグをね取ったわけですよ。でまあ満台スタートっていう感じなんで、マイジャグはまあおそらくもう一大勝負っていう感じだと思うんですけど、まあ前回しかり前々回しかりですね、やっぱその早いタイミングで時間だってある程度こう見えてくるんですよね。そのしかるべき時にですね、しかるべき台にちょっと腰を今まで落ち着かせられなかったんで、今回なんとかですねちょっともう前半戦のタイミングでお昼前ぐらいのタイミングでまあなんとかもうあとは出すだけだというような状況になってくれるといいなという感じでございます。まあさすがね並んでる人たちも分かってると言いますか、ね、朝からやってマイジャグがですね満台スタートみたいな状況になるお店だということですんで、あとまあ2台につかめるつかめないこれ最終的には運になっちゃうんですけども、もう3回目ですんでね、そろそろいい結果出したいなという感じでございます。結果どう転ぶか分かりませんけども、次戦の方行ってまいります。はい、どうにかですね、マイジャグ取れました。てか満台スタート。13番だったんで、場合によっちゃ取れないんじゃないかなっていうね、可能性もあったんですけど、前の方の人ら意外とだからそれこそ絆であるとか、新しめの方、信頼関係に行ったのかな。まあ、この過去2戦のですね、まあ、経験というかその一応ピーピングしましたんでね、内容をちょっと思い返してみるに、まあ、ジャグラー関係でどのジャグラーもそうなんですけど、もういいのが入ってるのはもう間違いないというふうに思ってますんで、ね、とりあえず他のねでジャグラーは割と、ね、多少時間経ってからでも間に合うんじゃないかとっていうのもまあ一応過去2戦で勉強しておきましたんでね。ただ今日土曜日なんですよね。で朝の並びもいつもに比べるとまだちょっと多かったんでね、この後一気に稼働が上がっちゃったりとかっていう可能性もありますんで、ちょっとねあんまり悠長なことは言ってらんないなっていう状況ではあるのかな。まあでもこうやってね本当開店と同時にねマイジャグなんかがこうやって満台になるような状況っていうのはねやっぱこう嬉しくなっちゃいますよね。129、まあ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 いいか、よいしょ。
まあ、大きく滑ってはいないね。もうマイジャグなんかもう前半走らせてなんぼだからね、これ。で、高設定があるお店ですんで、当然ね、腰が多少重くなるわけですよ。一回掴んだのをね、放りたくないんで。左が 2-2 で、右が 2-1。 どっちもまあまだ200ゲームぐらいかしか回ってないんだけど、まあ立ち上がりいいよね。で、あとね、背中のガールズがね、ちょっとざわついてんだよね。もう馬券4回とかなんですけど、130ゲームで馬券4回。103ゲーム、追加1000円か。まあ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 悪くないですよ。でも悪くないんだけど、両隣がねだいぶロケット組スタートしてますんで、両隣とあのだから後ろのガールズがなんかどうにも怪しいね。すげえ、隣1ゲーム3連っていうか、当たって1ゲーム連が2連した。しかも3つともビッグだし、1ゲーム連はよくあるけど1ゲーム2連はねえぞ。なんつうことしてくれてんだこれ。ちょっとマイジャグラーっていう台を知らずに打ってこんなことされたら、台の中身をねちょっと勘違いしちゃうよね。まあねえ、4号機の南国座しかっていうね。隣さんが218ゲームで 6-2。 俺は出るよね。131。あのね、隣の勢いがすごすぎてね、全然かすむんだよね。すげえな、246ゲームで246ゲームで 6-2 か。合算30分の1。どんなだよ、ドキドキじゃないんだから。本当に飲まれちゃったらちょっと厳しいかな。まあ577ゲームで 2-1 なんだよね。まだ投資はまあ6000円なんで全然大したことないんですけど、内容的にちょっと物足んないかなっていう出だしだよね。まあこれが本当ボーナス一つ二つでね景色が変わるぐらいの、まだゲーム数しか回してないんで、あんまりねちょっと早い段階で見切りつけたくないんですけど、ただそうこうやってると（笑）だいぶね、もう実はね、だいぶ埋まっちゃってんだよね。ギリギリ、あと残りも100枚切ったぐらいだな。
275、そうそう重たくなってきたとこだったんで、まあ、これどう出るかだね、ここから。